命の敵暗黒科学帝国デスダークが世界征服の挑戦状を叩きつけてきた。正義と平和を守るため大戦隊ゴーグル5が結成された。暗黒科学と正義の戦士の戦いが今幕を切って落とされた。大戦隊ゴーグル5、暗黒科学の来襲、みんなで応援しなくちゃ。科学帝国デスダークは恐るべき武器を次々と作り出し、ゴーグル5に襲いかかる。恐るべしデスダーク、危うしゴーグル5。戦うんだ、正義と平和を守るために。大戦隊ゴーグル5、さて未来の戦士かっこいい。令和の戦士ゴーグル5。ゴーグルレッド赤間健一は友人と登山の途中を襲われた。デスダークは四つ峠から東京を狙おうというのである。そうはさせるか。走れ、飛べ、戦え、ゴーグル5。大戦隊ゴーグル5、デストピアを撃て、負けるなよ。暗黒科学帝国デスダークは植物地雷メロンボンバーをクモモズーに育てさせた。すごい破壊力を持つ爆弾が人々の知らぬ間に育っていくのだ。そうはさせるか。戦え、ゴーグル5。しまった、ゴーグルピンクはやられた。大戦隊ゴーグル5、ムクムク暗黒地雷、こりゃ大変なことになったぞ。昔話ダイダラボッチの紙芝居、始まり始まり。ところが紙芝居のおじいさんがデスダークに誘拐された。昔話の中に恐ろしい事実が隠されていた。ダイダラ池とオロチ岩の謎とは。きっと何かが起こるぞ。大戦隊ゴーグル5、悪魔が潜む昔話。さあどんな話になるかな。ゴーグル5、豪華な宝石が次々と盗まれた。その陰にはデスダークの恐ろしい陰謀が隠されている。悪役レスラーヘルマスクが指名手配された。宝石泥棒にされたヘルマスクは怒った。大戦隊ゴーグル5、悪役レスラーの愛。ゴーグル5は小さな愛のためにも戦うのだ。ゴーグル5。電子工学の成田博士が誘拐された。デスダークは博士を使い幽霊コントロールマシンを完成させようというのだ。ゴーグル5の敵は化け猫幽霊があいつだ。大戦隊ゴーグル5、幽霊になったパパ、こりゃにゃんとも怖い強敵だにゃん。大津波を防ぐ設計図を持ってアメリカからドクターサリーがやってきた。ガードする青山とゴーグル5、デスダークはサリー博士と青山をまんまと連れ去った。大戦隊ゴーグル5、狙われた美人博士、こりゃ大変だ。青山とドクターサリーが危ない。ゴーグル5。ゴーグルレッド赤間は江戸時代に逆戻りしたような不思議な世界を見た。変身し潜入して、そこで見たものは毒ガスを出す恐ろしいキノコを栽培する村人の姿だった。デスダークの陰謀か。大戦隊ゴーグル5、地獄のキノコ村、変なキノコなんか食べるなよ。ゴーグル5。黒田官兵の親友小沼がトマトの根に芋がなる新発明をした。だがそれはデスダークの秘密兵器、細胞融合マシン、ミニサイザーを使ったのだ。さあ大変、ネズミモズーが出現した。大戦隊ゴーグル5、新種トマトの秘密、暗黒科学なんかに負けるなよ。
登山客がシシモズーの炎に飲まれてしまった。マグマボールは山を崩し村を流した。デスダークは人間もろとも焼き尽くそうというのだ。ゴーグル5急行せよ、地球を守れ。大戦隊ゴーグル5、恐怖のマグマ作戦。おいおい、気遊びなんかするなよ。ゴーグル5、君たちはアリ地獄を知ってるかい？一度落ちたら出られない恐ろしい砂の穴。デスダークはアリ地獄モズーに命じて東京中にアリ地獄を作ろうとしていた。嘘つき麻婆と妹の命が危ない。救出に向かった木島も罠に。大戦隊ゴーグル5、嘘から出た砂地獄、面白いぞ。これ本当。ゴーグル5。デスダークはナマズモズーの地震実験に成功した。ナマズモズーの一揺れで日本中が滅びるのだ。ゴーグルイエロー木島は山の中で不思議な男と出会った。小さな時に別れたままの父親か。大戦隊ゴーグル5、大暴れ、地底ナマズ。地震、雷、火事、親父。さあどうする、どうする。ゴーグル5。デスダークは南極の氷を全て溶かすという恐ろしい作戦を立てた。さあ大変だ、世界中が水の中へ沈んじゃうぞ。レンズ磨きの名人神谷京太郎から巨大レンズが盗まれた。ピンク、今だ、巨大レンズを取り戻せ。大戦隊ゴーグル5、大変だ、地球沈没、君の家が沈んじゃうぞ。ゴーグル5。うわー、達也が老人にされてしまった、命が危ない。救出に向かうゴーグルレッドの前に立ちはだかるデスギラー。突然稲妻が、デスマルク大元帥が2000年の眠りからよみがえったのだ。大戦隊ゴーグル5、よみがえる悪魔の大元帥。恐ろしい敵が現れたぞ。ゴーグル5。うひゃー、人手の大軍が町を襲った。デスマルク大元帥が指揮を取り出した。特殊血液輸送中の車も人手にやられた。血液がないと坊やの命が危ない。ゴーグルレッド赤間健一は最後の勝負に出た。大戦隊ゴーグル5、レッド危機一髪。ハラハラドキドキ。ゴーグル5。突然現れたカッパモズ。デスダークはカッパ人間製造の実験を企んでいた。暴れ回るカッパ人間の数が増え出した。カッパモズーの出現に悟る少年の心は痛んだ。大戦隊ゴーグル5、カッパ少年の涙。君はカッパを信じるかい？高田博士の世界的発明、若返りの薬がデスダークに奪われてしまった。大変だ、大人が一瞬のうちに子供になってしまう。助けて。高田博士も誘拐された。父を探すエリカと愛犬ゴロウ。大戦隊ゴーグル5、大人が消える日。消されてたまるか。ゴーグル5。じゃ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 ん、お化け屋敷。魚屋の親父さんが襲われた。突然いなくなった父を探しに、おさむくんと達也たちはお化け屋敷に乗り込んだ。出たー、助けてー、ゴーグル5。大戦隊ゴーグル5、お化け屋敷の秘密。わあ、ほら君の隣にも。うわー。ゴーグル5。こりゃ驚いた、東京中にドクサボテンがニョッキリニョキニョキ。その花粉は人間を溶かしてしまうのだ。さてはデスダークの仕業か。ドクサボテン退治にメキシコからサボテン研究家ミス・テレサを呼んだ。だがテレサが捕まった。大戦隊ゴーグル5、死の花ドクサボテン。戦え、ゴーグル5。ゴーグル5。かー、どうなってんだこりゃ。
なんと釣った魚が化石になってる。世界の海から魚が消える。きっとデスダークの企みだ。ゴーグル5は魚のシークルートを探った。大戦隊ゴーグル5、恐怖、魚が化石に。おいおい、川や海を汚すなよ。ゴーグル5。クジャクモズーの矢を受けた人形はデスダークの呪いの人形となって復活した。人間を呪い復讐を誓う人形。ゴーグルピンク桃園美希は人形に変装して敵地へ乗り込んだ。さあどうなるかな。大戦隊ゴーグル5、呪い人形の攻撃。みんな物を大切にしようね。ゴーグル5、大変だこりゃ。突然起こったあぶく汚染、町は水不足に陥った。カニモズーの有毒液にやられるぞ。水源地が危ない。立てゴーグル5、カニは外。大戦隊ゴーグル5、シャボン玉大作戦。ほら暴くなよ。ゴーグル5、大変だ。銀行や美術館が次々と襲われた。純金ばかりを奪っては忽然と消え去る姿なき怪盗。だが偶然にも記念写真にひょっこり写ったカメレオンモズーの姿、やっぱりデスダークの仕業か。大戦隊ゴーグル5、見えない敵を倒せ。色が変わってもごまかされんぞ。ゴーグル5。富士山麓で恐竜の化石が発見されたという。少年の見たものは果たして恐竜の卵か。空飛ぶ恐竜テラノドン、こりゃ大変なことになったぞ。デスダークの陰謀を潰すんだ。大戦隊ゴーグル5、恐竜は悪魔の使者。ね、優しい恐竜だっているんだよね。ゴーグル5、こりゃ大変だ。爆弾通り魔事件発生。イノシシモズーのショック爆弾を受けた人々は記憶を失ってしまった。ゴーグルブラック黒田寛平も直撃弾を浴びた。デスダークが狙うゴーグルブラックが危ない。大戦隊ゴーグル5、ブラック大逆転。さあこれは見なくちゃ。ゴーグル5。スイカモズーの出現で子供が3人ニョッキリニョキニョキ木になった。デスダークは人間を植物に変える人間ジャングル作戦を開始した。そうはさせるか。ゴーグル5の力を見せてやるぞ。大戦隊ゴーグル5、人間ジャングル。君たち勉強しないと植物になっちゃうぞ。ゴーグル5。モズーのくせに泣くなんてシャレにもならない。だがこれがくせ者、泣けば泣くほど強力な涙爆弾を出すサメモズー。デスダークのお盆の日、このサメモズーの涙がモズーたちの亡霊を呼び戻した。亡霊モズー対ゴーグル5の戦いが今始まる。大戦隊ゴーグル5、蘇った亡霊モズー、絶対見逃せないぜ。ゴーグル出たぞ。出た出た、ハエモズー。デスダークはハエモズーを使い町を眠りの巷と化してしまった。一昼夜で死の町が出現。こりゃ大変だ。ゴーグル5出動せよ。大戦隊ゴーグル5、眠りの町の恐怖。早速今日からハエ退治をしなくちゃ。ゴーグル5。古代より不思議な魔力を持つ黄金魔剣、狙うはデスダーク。会津一徹老人の持つ黄金魔剣を守るべくゴーグル5は福島県猪苗代にやってきた。正義が勝つか邪が勝つか、突如として起こる剣撃の響き。大戦隊ゴーグル5、猪苗代の黄金魔剣、こりゃぜひ見なくちゃ。催眠術にかけられた子供たちがバスに乗せられていく。
科学者を養成するためにデスダークが誘拐作戦を開始したのだ。青山は子供たちを助けるためにガラガラヘビモズルのアジトへ向かう。少年たちは今にも処刑されようとしていた。間に合うか青山、急げ。大戦隊ゴーグル5ブルー大突撃、みんなで見ようぜ。ゴーグル5、なんとなんとなんと、ヤドカリモズルの吐く毒煙は人々の体をグニャグニャにしてしまうのだ。恐るべきこのデスダークの作戦は地上の人々を骨抜き人間にしてしまうつもりだ。急げゴーグル5、モズーの毒煙を吹っ飛ばせ。大戦隊ゴーグル5、ドキ骨抜き人間、君も見ないと骨抜きになっちゃうぞ。ゴーグル5。インドのパルジャ国の天と地の腕輪をはめる者は不老不死の力を得ることを知ったデスダークは腕輪を奪い取り恐るべき計画を図った。不死身の腕輪をはめたトラモズーが超破壊爆弾を抱えシーザーに向かって突進したのだ。もし爆破されたらゴーグルロボは合体できない。大戦隊ゴーグル5シーザー大爆破、最高に面白いぞ。ゴーグル5。知恵美の父川田博士はデスダークに騙され最強怪物ワニモズーを作ってしまった。ゴーグル5、博士を助けろ。だがモズーの体はどんな武器も跳ね返してしまう。あー、ゴーグルビクトリーフラッシュが跳ね返された。大戦隊ゴーグル5、出た黄金必殺技、これは見逃せないぞ。ゴーグル5、ガブリガブリ、あー大変だ、人間が鉄を食い出した。ハイエナモズーを使って地球征服を企む憎きデスダーク、鉄食い人間がお腹を空かして襲ってくる。マシンクガンが食べられちゃうよ。大戦隊ゴーグル5、鉄食い人間の襲撃、君は好き嫌いあるかな。ゴーグル5。デスダークはゴーグル5の命を狙い恐るべき殺し屋を送って起こした。しかもニードルガンというすごい武器を持って。第一のターゲットはゴーグルレッド、赤間に絞られた。しまった、レッドがやられた。大戦隊ゴーグル5、決闘 0.3 秒、頑張れゴーグル5、みんなで応援しようね。ゴーグル5、音もなく風に乗って空からの奇襲攻撃、こりゃ大変だ、東京中が爆撃されるぞ。謎の爆撃機の正体はコンボイの誠君と友達が危ない。次の攻撃目標は、そうはさせるか、大戦隊ゴーグル5、謎の爆撃機を撃て。近頃は空だって危ないもんね。ゴーグル5、世紀の大発明、青山は自由に空を飛べる携帯用ロケットを開発した。しかし失敗の連続、くじける青山を励ます木島、頑張れブルーイエロー、やろうじゃないか、俺とお前でサイモンズを倒す方法を考えるんだよ。大戦隊ゴーグル5、友情のアタック、俺とお前の必殺技だ。ゴーグル5。グリム童話にイソップ物語、楽しい絵本が子供たちを吸い込んだ。ユイズクモズーの住む絵本の世界についにゴーグルピンクも囚われた。モズーの目が怪しく光る。ピンク危ない。大戦隊ゴーグル5、悪魔の人食い絵本、君の絵本は大丈夫かな。コンピューターの世界的な権威、大泉博士とコンボイの達也くんが襲われた。デスダークは冷凍状態にして記憶抽出装置を使い秘密を喋らせようというのだ。ゴーグル5の秘密基地が分かってしまう。大戦隊ゴーグル5、秘密基地が危ない、こりゃ大変なことになったぞ。ゴーグル5、ニョニョガードマンがとんでもないものを見てしまった。
カイコモズーの口から吐き出される糸からスーパースーツが作り出されたのだ。偶然拾ったスーツを着た小一君のパパはたちまち変身。いやーその強いのなんのって。大戦隊ゴーグル5変身パパの大冒険。かっこいい。いいことばっかしはないよ。ゴーグル5先生怖いよ。サソリモズーが幼稚園のバスを襲った。捕らえた子供とさやか先生を利用して罠を仕掛けるデスダーク。待ってるんだ、今助けに行くぞ。黒田の怒りの声がうなりを上げた。大戦隊ゴーグル5暗殺サソリの罠。みんな先生の言うこと聞くんだよ。ゴーグル5。江戸時代、妙義山中に埋められたという莫大な小判を古文書を頼りに村長たちは探しに出かけた。いち早くデスダークはその情報をキャッチ、小判を奪い地球征服の軍資金に当てようとしているのだ。ゴーグル5は急行した。大戦隊ゴーグル5死闘小判争奪戦。ハラハラドキドキ、負けるなよ。ゴーグル5。コンドルモズーの砂嵐に町は大混乱。人の手にする食べ物はたちまち砂に。うわー、食べ物が砂になってしまう。人一倍食いしん坊のゴーグルイエロー木島も砂を浴びた。うほほほほ。大戦隊ゴーグル5、あー食べ物が砂に。君んちのごちそうは大丈夫かな。ゴーグル5。ビーロロロ、あらどうなってんだ。ゴーグルブラックが2人もいるよ。タヌキ忍法変身の術だ。化けるのが得意なタヌキモズーがゴーグル5を迷わせる。どっちが本物かわからない。大戦隊ゴーグル5、2人のブラック。人を騙すとタヌキになっちゃうぞ。ゴーグル5。未来科学研究所の職員4名が突如失踪。ゴーグル5は急行した。ゴーグルレッド、赤間が敵の罠に。あーすごい磁気嵐が襲った。超エネルギー対ハイトロンだ。デスダークはついに暗黒城デストピアを繰り出してきた。大戦隊ゴーグル5超エネルギー出現。これは大変なことになったぞ。どうする。ゴーグル5大変だ、本当に大変だ。デスダークは超エネルギー体ハイトロンを手に入れてしまった。地球上から生命体が消えるぞ。暗黒科学が勝利を得ようとしているのだ。東京のど真ん中に最終兵器ダークホーの基地が作られた。大戦隊ゴーグル5、これが最終兵器だ。頑張れよ、君たち応援してくれよ。ゴーグル5。暗黒科学帝国デスダークはゴーグル5の基地、未来科学研究所の在りかを何としてでも知りたかった。女スパイマズルカが基地に潜入した。デスギラーも来たぞ。大変だ、指令室が爆破される。大戦隊ゴーグル5秘密基地最後の日。どうする、どうする、みんなでどうする。ゴーグル5。デスマルク大元帥の陰謀によりマズルカはゴーグル5の秘密基地を爆破して死んだ。デスダークが勝ったのか。本郷博士が帰ってきた。しかも第二の秘密基地を作って、宿敵デスギラー将軍が最後の勝負に出た。大戦隊ゴーグル5将軍最後の挑戦。ハラハラドキドキ、負けるなよ。ゴーグル5。恐るべきダークホー暗黒巨大城デストピアが浮上した。ついに決戦の時が来た。デスマルク大元帥の必殺暗黒剣がうなる。危うしゴーグル5、相当タブーが立ち上がった。総決戦だ。大戦隊ゴーグル5、進め輝く未来へ。君たち素晴らしい世界を作ろうな。